どうもこんにちは。今回はですね、平日11時11分、こちらは北参道という駅になりますね。副都心線になるんですけど、横浜からだと東急東横線が副都心線に乗り入れているので、そのまま乗り換えなしで1本で行けて、でかつ近いんですよね。30分ぐらいだったかな、はい、で北参道まで来ちゃいました。さらっとですね、はい。北参道の駅はこれは2番出口ですねから出て、セブンイレブンのところでこう両方こう中に入っていくような感じなんですけど、これの、左一通の方に、行きます。こっちですね、はい。ここに入っていくとこんな感じで、さっきの左入ったところの十字路かな、これ T 字路かな、を右です。すぐ1本目ですね、はい。そうするともうすぐです。11時22分こちら、北参道で混ぜそば専門店千駄ヶ谷というお店ですね。11時半オープンなんですけど、11時22分着、先客なしと、待ち客なしということでポールポジションになりますね、はい。この白い建物のところなんですけど、クリーニング屋さんがあってみたいな感じですね、はい。で、11時32分さらっと入店になります、はい。このオープンした時私の後ろにも、誰もいなかったですね、はい。でこちらは混ぜそば専門店なんですけど、4種類あるのかな、はい。そのうちの私は罪というこの、いわゆる二郎系の混ぜそば、ニンニクと背脂の効いた野菜たっぷりの二郎系混ぜそば、店を出る時の罪悪感必須と、罪チャーシュー1枚、罪はなくなり次第終了となります。はあ、面白いですね、というところで830円ですね。で、あとランチタイムはレンゲ2杯まで追い飯が無料なんですって、はい。これも覚えておきましょう。あとランチ、その前にこれですね、人気のトッピングをしたデラックスシリーズということで、こういうのがあるよということです。ああ、チャーシュー2枚の罪デラックス、これもうんいいじゃないですかね、はい。でランチセットだと高菜、タコライス、ホロホロチャーシュー丼っていうのをプラスにしたセットもあるよっていうことなんですけど、まあ、さっきの追い飯もあるので、今回は、普通に行ってみたいというふうに思います、はい。でこれ量なんですけど、普通盛りで 200g というところですね、はい。で私は200がちょうどいいので、じゃあそのまんま200で行ってみようというところで、でカウンターとテーブル席がありまして、ちょっとこうおしゃれな感じの、はい。まあもう北参道千駄ヶ谷ですからね、あの千駄ヶ谷、その場所の千駄ヶ谷でもありますし、はい、あのおしゃれな街といいますかところですよね。うっすらレゲエがかかっていてみたいな感じでいい感じなんですけど、口頭注文になりますね、はい。で注文時にニンニク油どうしますかって聞かれましたので、両方入れといてくださいというふうにお願いして、お会計は後会計という感じになります。でテーブルトッピングにこれニンニクと、あと昆布の入ったこれお酢かな、はい。それとマヨネーズ、あとこれはペッパー、胡椒ですね、はい、という感じですね。ニンニク、昆布が入った酢、マヨネーズ、胡椒と、はい、ということで来ました。罪がこんな感じになりますね。ニンニクも乗ってます、油も乗ってます、はい。もやしとチャーシューは1枚、ちょっと厚めですよね、
いいんじゃないですか。なんか女性だけ2名の2オペみたいな感じでしたね。はい、チャーシューも分厚い感じでいいと思います。揚げ玉が結構入ってますね。でチャーシュー、いいですね。折った感じも厚みもあるし重みもあるし、はい、という感じで、でまたこの柔らかさもちょうどいいんですよ。柔らかすぎない、かといって硬すぎない、だちょうどいい感じなんですけど、このチャーシューが染みててすげえうまいんですよ、はい、噛み進める感じなんですけど、すごく柔らかいんですね。柔らかいけど箸で崩れるほどではないという、ちゃんとこう持ち上がるというところがもうバッチリです。これはもうバッチリのチャーシューじゃないですか。はい、失礼します。いらっしゃいませ。シロ、はい、ネギ少なめ、はい、チーズ、はい、かしこまりました。お願いします。シロ、ネギ少なめ、チーズトッピングお願いします。でテーブルにあったマヨをかけてちょっとこうマイルドにさせてって思ったんですけど、マヨの酸味が合いますね。この豚骨醤油っていうんですか、結構食べやすい感じになってますね。女性の店員さんですし、なんかこうやっぱりこうマイルドな感じで、で女性も行きやすいんじゃないですかっていうような感じですね。ドロッとしている感じでいいんですよね。はい、食べ終わりました。この二郎系の混ぜそばだと追い飯ってどうなんですかね。まあ 200g でちょうどお腹いっぱいな感じだったんで、今回は追い飯やらなかったんですけど、なんかこのいわゆる台湾混ぜそばとか汁なし担々麺とか、あっちには追い飯結構行ってますけど、二郎系はなんかなくてもいいのかななんていうふうに私は思ったりしていて、逆にここに追い飯入れるとどうなっちゃうんだろうっていう。それであれば追い飯は追い飯でそのまんま食べる、なんで途中でお願いして混ぜずに食べる、まあちょっとそれもいいのかなと、まあ今度はトライしてみたいと思いますけどね。はい、ただここはその罪以外の、ものが追い飯と結構合ってくるんじゃないかなという感じなので、他、ぜひ行ってみたいなという感じです。何せチャーシューがいい柔らかさで味がすごい染みてて美味しい、麺は中太で食べやすいで、いい感じでおしゃれで、カウンターもテーブル席もあるという感じでした。はい、退店時平日の11時52分、待ちなし、中も割と穏やかという感じになります。混ぜそばは赤、黄色、ゼロ、白、罪というふうにある感じですね。はい、ゼロは0かな、はい、っていう感じで、あ、で多分赤とか黄色とかが混ぜ追い飯とかと合ってくるのかななんていう感じだと思うんですけどね。はい、有名店です。はい、いや美味しかったですね。やっぱり有名店だけあって、でなのにもかかわらず比較的街の感じがしなかったので、まあ土日とかはもしかしたら混むのかもしれないんですけど、平日は結構穏やかそうな感じじゃないですか。はい、以上でございます。参考になりましたらですね、ぜひ、
いいねボタンを押していただけるとありがたいなと。また、この機会にチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上です。